FK スールバは、リトアニアのマリアンポレをホームタウンとするサッカークラブ。1942年創設。リトアニアの最上位リーグである A リー所属。2017年に A リーが初優勝を果たし、2019年まで3連覇を達成した。通算優勝回数は A リーガ3回、LFF タウレー3回、LFF スペルタウレー3回。 1942年に創設された。チームは、スバルキア地方の選手権に参加し始めた。1943年以降、クラブの名前は、ジャルギリス、スパルタカス、CF、ケイティット・ジャルギリス、モックスラス、シェシュペなどに変更されたが、スードゥバの名前は時々復活した。1962年に、カップ決勝に初進出したが、リマカウナスに敗れて、 準優勝に終わった。1975年にネムナスグループ2位になり、決勝に進出すると、決勝でリーグ3位の成績を残した。1976年にカップで準優勝した。その後は10年以上低迷していたが、1988年にトップディビジョンに復帰した。1990年に新しく創立されたバルティックリーグに参加した。 1991年から2001年までは、リトアニアのトップディビジョン、セカンドデイビジョン、サードディビジョンに参加した。2001年にアイリーガ2位の成績を残し、A リーガに昇格した。2002年に LFF タウレーで準優勝し、リーグで6位の成績を残した。同年に UEFA カップ2002から03で、UEFA カップデビューを果たし、 予選でノルウェーのブランに勝利したが、1回戦でスコットランドのセルティックに2試合合ケ計スコア1から10で敗れた。セルティックパークで行われたアウェーの第一戦はヘンリクラーションのハットトリックなどで1から8の大敗を喫した。2003年にリーグ6位、2004年に7位の成績を残した。2005年に30年ぶりとなるリーグ3位の成績を残し、 UEFA カップ2006から07出場権を獲得した。UEFA カップ予選1回戦でウェールズのリルに勝利したが予選2回戦でベルギーのクラブブルフヘに敗れた。2006年にカップ決勝でエクラナスパネベジースに1から0で勝利して初優勝を果たした。2007年にカップ優勝チームとして出場した LFF スペルタウレーでリーグ優勝の FBK カウナスと対戦したが、0から1で敗れた。リーグでは2位の成績を残した。同年に UEFA カップ2007から08に出場し、予選1回戦で、北アイルランドのダンガノンスーイフツに勝利したが、予選2回戦で、ブランに敗れた。2008年にリーグ3位のベトラと同価地点を獲得したが、当該チーム間の対戦成績で下回ったため、4位となった。 同年に UEFA カップ2008から09に出場し予選1回戦でウェールズのザニューセインツに勝利したが予選2回戦でオーストリアのレッドブルザアルツブルクに敗れた2009年にカップとスーパーカップで優勝しリーグで3位の成績を残した2008から09シーズンのカップ決勝でタウラス、タウラケに1から0で勝利して3年ぶり通算2回目の優勝を果たし カップ優勝チームとして出場したスーパーカップでもリーグ優勝のエクラナスパネベジースを PK 戦で破り初優勝を果たした同年に UEFA ヨーロッパリーグ2009から10に出場したが予選2回戦でデンマークのラナースに敗れた2010年にリーグ2位の成績を残した同年に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11に出場したが 予選2回戦で、オーストリアのラピードウィーンに敗れた。また、マリアンポレで開催された、バルティックリーグ決勝に進出したが、ラトビアのベンツピルスに PK 戦で敗れて、準優勝に終わった。2011年にリーグ3位の成績を残した。同年に UEFA ヨーロッパリーグ2011から12に出場したが、予選2回戦で、スウェーデンのエルフスボリに敗れた。 2012年にリーグ3位の成績を残しトップ3入りは通算7回目となった。同年に UEFA ヨーロッパリーグ2012から13に出場し予選1回戦でラトビアのダウマバに勝利したが予選2回戦でセルビアのボイボリナ・ノビサドに敗れた。2013年にリーグ4位になり4シーズン連続で続いていたトップ3入りが途切れた。 最終節まで、エクラナスパネベジースとの3位争いが行われ、最終節に、スードゥバは、ジャルギリスに勝利したが、エクラナスパネベジースも後半アディショナルタイムの得点で、タウラス・タウラゲに勝利したため、4位に終わった。同年に、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14に、出場したが、予選1回戦で、マケドニアのトゥルノボに敗れた。2016年に、 UEFA ヨーロッパリーグ2016から17で国際大会に復帰したが予選1回戦でデンマークのミッティランに敗れた。同年9月にカザフスタン人のウラジーミル・チェブリンが監督に就任した。チェブリンはクルオヤ・パクロエスで監督を務めた2014年にリーグ2位の成績を残していた。同年にリーグ3位の成績を残しトップ3に復帰した。 カップでも決勝に進出したが、ジャルギリスに0から2で敗れた。2017年に、チェブリン監督のもとで、クラブ史上初となるリーグ優勝を飾り、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。ホームで行われた、最終節にリーグ4連覇中で優勝争いをしていたジャルギリスを3から0で破り、2位ジャルギリスに勝ち点4差をつけて初優勝を果たした。 優勝を決めたジャルギリス戦には4489人が入場し、2017年の A リーガにおける最多入場者数を記録した。同年に UEFA ヨーロッパリーグ2017から18に出場し、予選1回戦でベラルーシのシャフティオール・ソリゴルスクに勝利すると、予選2回戦でラトビアのリエパーヤを破り、予選3回戦でスイスのシオンを破って、 クラブ史上初のプレーオフ進出を果たした。リトアニアのクラブとしても、プレーオフに進出するのは2013年の、ジャルギリス以来通算2回目であった。プレーオフでは、ブルガリアのルドゴレツ・ラズグラトに2試合合計スコア、0から2で敗れた。ホームで行われた第2戦は、リトアニア首相のサウルス・スクベルネリスやリトアニア、代表監督のエドガラス・ヤンカウスカスが観戦した。 2018年にリーグで2位ジャルギリスに勝ち点2差をつけて優勝し連覇を達成した。2017年のリーグ優勝チームとして出場したスーパーカップでもカップ優勝のストゥンブラスを5から0で破り2009年以来9年ぶりに通算2回目の優勝を果たした。5から0のスコアはスーパーカップ史上最大の勝利であった。 同年に UEFA チャンピオンズリーグ2018から19で UEFA チャンピオンズリーグデビューを果たし予選1回戦でキプロスのオポエルに勝利したが予選2回戦でセルビアのレッドスターベオグラードに敗れて UEFA ヨーロッパリーグ2018から19に移ったヨーロッパリーグ予選3回戦でラトビアのスパルタクスユールマラに勝利したがプレーオフで スコットランドのセルティックに敗れた。2019年にリトアニアの国内タイトルをすべて獲得して3冠を達成した。リーグで2位ジャルギリスに勝ち点13差をつけて優勝し3連覇を達成した。2018年のリーグ優勝チームとして出場したスーパーカップではカップ優勝のジャルギリスを2カラレーで破り連覇を達成した。 カップ決勝でも番がガ,ガルグ時代に4から0で勝利し、2009年以来10年ぶりに優勝を果たした。同年に UEFA チャンピオンズリーグ2019から20に出場したが、予選1回戦でセルビアのレッドスターベオグラードに敗れて UEFA ヨーロッパリーグ2019から20に移った。ヨーロッパリーグ予選2回戦で サンマリノのトレペンネに勝利すると予選3回戦でイスラエルのマッカビテルアビブに勝利して3シーズン連続でプレーオフに進出したがハンガリーのフェレンツバーロシュに敗れてグループステージ出場を逃した2019年12月にチェブリン監督はクラブとの契約を更新しないことを発表したチェブリンは2017年からリーグ3連覇 2018年と2019年にスーパーカップ優勝、2019年にカップ優勝、ヨーロッパリーグでも3年連続でプレーオフ進出を果たし、クラブの歴史の中で最高の結果を残した。2020年にリーグ2位の成績を残し、スーパーカップとカップで準優勝を果たした。リーグでは2位ジャルギリスと勝ち点1差の首位で最終節を迎えたが、 最終節に、ジャルギリスに敗れて、逆転優勝を許した。スーパーカップでは、ジャルギリスに0から1で敗れ、カップ決勝でもパネベジースに PK 戦で敗れた。同年に UEFA チャンピオンズリーグ2020から21に出場し、予選1回戦で、エストニアのフローラタリンに勝利したが、予選2回戦で、イスラエルのマッカビテルアビブに敗れて、 UEFA ヨーロッパリーグ2020から21に移った。ヨーロッパリーグでは予選3回戦でフィンランドのカップスに敗れ3シーズン連続で続いていたプレイオフ進出を逃した。2021年に UEFA ヨーロッパカンファレンスリーグ2021から22に出場し予選1回戦でラトビアのバルミエラに勝利したが予選2回戦で ポーランドのラクフチェンスとホバニッピー系戦で敗れた。ありがとうございます。